千太郎福原千太郎昭和13年9月26日は日本の陸軍軍人最終階級は陸軍中将三重県桑名町長長島村長伊勢国桑名郡長島村出身氏族福原助秀の長男として生まれ1896年に家督を継ぐ1884年に陸軍士官学校に入学し 1887年に卒業同年7月不評少尉に任官し、陸軍大学校で学び、日清戦争に出征した。陸軍士官学校教官、参謀本部部員、この絵師団参謀を歴任。日露戦争時には、第十二師団高級参謀を務め、その後は、留守第十二師団参謀長、不評第六十八連隊初代連隊長。 臨時朝鮮派遣府標第一連隊長、第16師団参謀長、第26旅団長を歴任した。1916年8月、独立守備隊司令官に就任し、在任中に、定家屯事件の対応に当たった。1918年7月24日、中条に昇進と同時に退命となり、翌年1月15日に、予備役編入となった。1920年、 クワナ町長に選出され、10年間在職した。また1922年には、三重県会議員に当選し、2期務めた。その後、1931年から1933年まで、長島村長を務めた。ありがとうございます。